アンドレ・リゴー。アンドレ・リゴーは、ハイチ革命時の村ト軍の指導者。彼の非合化から、アレクサンドル・ペッションや、ジャンピエール・ボワイエラが出た。リゴーは、おかいで、フランス人シッコーリと黒人の母・アラダの子として生まれ、ボルドに渡り、貴金属加工を身につけた。1779年には、デスタン将軍が率いたアメリカ独立戦争への、 サンドマの自由有色人種の義勇軍に参加した。配置革命時のサンドマにおいて、自由有色人種の利益の擁護者として、バンサン・オジェとジュリアン・レーモンの後継者となり、フランス人権宣言をすべての自由市民の権利の平等を保障するものと、訳しフランス革命政府と手を結んだ。リゴーの軍は1790年代半ばに、結成され、南部と西部で勢力を保った。 そして1793年に奴隷制の廃止を宣言したフランス革命政府委員のエチエン・ヌポル・バレから統治権を認められた。彼の権力の源は元奴隷を信用しない有色人種の上主たちへのその影響力であったが彼の軍には黒人や白人も参加していた。南部と西部において1793年から1798年に かけて、リゴーは、イギリス軍の進攻を破りプランテーション経済を再建する上で重要な役割を果たした。アンドレ・リゴーは、北部の元奴隷たちの黒人軍の司令官通算、ルベルチュールを、その指導力と、フランス革命軍の階級において、尊敬はしていたが、1799年6月に、いわゆるナイフ戦争で反旗を翻し、勢力圏を奪われた。 フランス革命政府から統治者として派遣されていたエドヴィル博は、リゴーがトゥーサンと対立するように支援していた。1800年、リゴーらはフランスに亡命した。リゴーは1802年、トゥーサンの排除とサンドマサイ植民地化を図った、ナポレオンの議定のシャルル・ルクレール率いるフランス、遠征軍と共にサンドマに戻った。フランス第一共和政下で1794年に、 奴隷制が廃止されて、サトウキビとコーヒーのプランテーションで利益を上げていた植民地システムが崩壊した。ルクレールの遠征は奴隷制の再建を企てたものであった。3年にわたる戦争の末配置共和国軍はサンドマを単位の後の配置に戻し独立を果たした。リゴは遠征の失敗の責任を負わされ、ライバルのトゥーさんと共にフランスへ送られ、 トゥーさんが亡くなったと同じ14歳に一時、収監された。リゴーは最後の反乱として、戦場でそのサーベルを海へ投げ捨てた。1810年12月リゴーは、ペションにもクリストフにも反した南県を領域とする、半島国の大統領に自ら就任し三度目の帰還を果たした。死後半島国は、ペションに回復された。ありがとうございます。